はいどうもタクタクです。緑化コメディビザールショー実況プレイやっていきたいと思います。今回もね、この緑化ちゃんを操作していくわけですけど、なんでそんなこと改めて言った、はい、懐中電灯、これをゲットしたので、でこのなんかスライムはこの懐中電灯に弱いらしいから、多分ねこれね最初やられたんだけど、このままいけんじゃないか、一回ちょこのまま行ってみたいと思う今日この頃。このちょっと、はい。じゃあ、かみません。はい。はい。わかった。あれ、ダメ?嘘、ダメ?ダメな感じだ。あ、ダメだ。ダメか。ダメでしたね。感想薄いな。暗いとこで使おう。ここで使えばいいんでしょ。ちょっと、操作が。はい。これダメか、これもう一回行ってみようか。何かありそうだったんだけど、そうだ、ちょっと照ら、あ、そうきたか。はい、照らした。え、何今の、おっきな目の玉が、え、なんで通気口に逃げた。これでいけんじゃない、これでいけんじゃない。起きた、きっと生物実験場。おちょっとどうしようかな。ちょっと待って、ここでセーブを変えてからの、ちょっと気になるでしょ。開かないんかい。でも、おとなしく行こう。ここの、はい、行きますよ、はい。あ、マップじゃないところを歩いてたよ。ちょっと待って、状況が飲み込めないぞ。ここに。サイコロの河原へようこそ。サイコロの河原、そうきたか。サイの河原じゃなくてかな?サイコロの河原か。え?って、つい挨拶しちゃったけど、お姉さんここに来るような人じゃないね。どういうこと?大方あのクソタヌキの仕業だろうね。え、どういうこと?簡単に言うと、クソガキが作った落とし穴にはめられたのさ。あ、そういえばなんかさっきピュンピュンやってたね。大丈夫、上まではちゃんと戻すよ。ちょっと待ってね。ここに、かわいいな。ここに可愛いな。どこ行った?あ、また、あの人あれじゃない?なんか最初にあって、あ、ちょっと違う。お待たせ、塔に戻る道を開通したよ。向こうにある水たまりに足を突っ込んで。ちなみに虫が一緒に入っても融合したりしないから安心してね。ここ、虫いないけど。あれだ、このネタはね、絶対今の人わかんないですね。ザ・フライっていう映画があって、そこに人を移動させるっていう装置があるんだけど、そこにハエが入っちゃって、ハエと人間が融合されちゃうって、すごい長い説明、ごめんね。あ、ありがとうございます。僕、敬語使われるのは嫌いだな。まあ、それよりも、今度は気をつけなよ。あ、私、男の子と一緒にあの建物に呼ばれたらしくて、元の場所に帰りたいの。やっぱりそうだったか。でもごめん、僕は返してあげられない。え?君には見えないだろうけど、呪い付きの召喚の跡が見える。君が帰るには召喚主の望みを叶えるか、召喚主が死ぬかだよ。そんな、力になれなくてごめんね。でも頑張って応援してるよ。ありがとう。じゃあね。あ、そうそう。あの塔に変な魔法、魔族や変な生き物とかがうろうろしてるらしくて、人間に命懸けのお化け屋敷だろう。本当に気をつけてね。あ、ありがとう。すごい気に読んじゃったら、ちょっと、そう、なんか読み方とかおかしくなっちゃって。こっちのちょっと人が気になるんだよね。ああ、ごめん!その子には近づかないでね。サイコロは自分で探さなきゃいけない。そうなの?ここは何?ここはサイコロの河原。ある場所をパック。リスペクトして、子供用の地獄の一つにしたんだ。罪を負って死んだ魔族の子がここに来る。ちなみに今は療養中のお母さんに代わって僕が管理人してるんだ。ああ、なるほど。お母さんが鬼なんだね。元ネタと違って積むのは石じゃなくて、その中に紛れたサイコロを積むの。それってもっと難しいんじゃ。でも僕らは邪魔しないし、積み上げればちゃんと帰る場所を手に入れられる。何個積めばいいかはその子次第、頑張って旅立っていった子もいるよ。ちなみに5体満足だから有利なんてことはないんだ。現にあの子。え ?5 体ないの ?5 体満足で頭も悪くない。なのに、まだ積み上がらない。ああ、そういう意味か。その上、言い訳ばっかり、なんだもの、ある意味、子供らしいのかな。ま、ここはそういうところだよ。お姉さんがとどまるようなところじゃないさ。そう。あとはまあ、
地獄なのにサービスが良すぎるせいか魔界じゃ少し受け悪いんだよな。いやでもそき、うん、まあいいや、召喚ってなんだ。よく人間が魔術で悪魔を召喚するっていう話は聞かない？魔法の一つなんじゃないかな。うん、うん、ファンタジー小説とかで言うかな。ファンタジー？まあ君らの場合はその逆ってことだね。魔術師が稀に行うんだけど、正直僕には理解できないんだ。お姉さんみたいな力を持たない人間を手間暇かけて呼び出すなんてさ。あ、人間に一目惚れしてらしいって話もあったっけ。それだったりして、私たち二人だし、それに女の子に連れられてきたの。女の子？うん、私より二つ下くらいで赤毛で帽子かぶってて、うーん、知らないな。そっか、ありがとうね。ゆうすけくんが来なかった。私より少し背が高くて黒い髪で白い、長袖 T シャツを着ていてユニクロのシャツなんだけど、そんな人人間の男の子でしょ？着てないな。そっか、なんでもない。そんじゃね、ここやっぱ近づけないのかな。あ、近づけへんな。そっちは違うよ。はい、ここなんだこれ、これなんだこれ。ああ、サイコロだ。これ6 5 4 3 2 1。はい、ここに足を使えばいいかな。ああ、危ない危ない危ない。あ、川の水は飲んじゃダメだよ。飲まないわよ。これが。いや、鬼可愛かったな。ちょっと、もう6分もかかっちゃったけど、6分、5分ぐらいかかっちゃったから。まあいいや、行くか。くそ。これまた無機質な部屋ね。うん。お、なんか張り紙がある上に。この床見てると透明に見えてちょっと怖いわ。嘘。今日の講義で CG をやってたせいかしら。そんなのやるんだ。ん？現在、ニョロくんズを、ん？ニョロ、何？ニョロくんズっていいのか？を遊ばせています。触るとじゃれてくるので気をつけて歩いてね。ニョロくん、あれで、ニョロくん、ニョロくんズだって、ニョロくんズってまさかあれ？じゃれるって言っててるから怖いことはしてこないと思うけど。ほんとかよ。なんか落ちてる。なんか落ちてる。あら。声。病気の本。なんで近所の図書館のが？あ、図書館カードまで、あ、挟まってる。え、あ、なんだっけ。ミネコさんでいい。ミネコ先輩のカードだわ。先輩病気だったのかしら？それともご家族の友達が？表紙から見て目の病気かしら？先輩の視力は両目 2.0 だったと思うけど。ともかく、届けなくちゃ。中二病の話か。そうきたか、そうきたか、そうきた、そうきたか。中二病でも声がしたいのだっけ、リッカちゃんだっけ。なんかあの片目、俺見たことないんだよね、正直。ちょっと本当は見たい系なんだけど、怪奇島への渡りを、はい、開かない、はい。じゃあちょっと、じゃあちょっとじゃれつかせてみようか。じゃれつかせてみようか。キャー、いや、話してベトベト気持ち悪い。エロい、なんかエロい。やだ、どこめくって、やばい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 。ちょっと しばらく眺めていたい気分だって言うとリスナーが引くからやめよう。いや、どこめくって、あ、ちょっと、え、何を、ちょっと、いや、これやば。 R15 の意味がやっとわかった。え、何を、どうしたどうしたどうした、うん、あれ生きてる。まだベタベタするけどどこもおかしくないわね。助かったのかしら。うっ、どうした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 、どうしたどうした、は何が起きて、うっ、うっ、え、なにこれ、虫、え、なになになに、植え付けられた何かを、まさか私のお腹の中から、そんなことって嘘、いや、なんで、あ、あ、あ、結局はゲームオーバーになっちゃうけど。いや、結構いいね、これ、イラストがいっぱいあって。うん。まあ、エロい人は嬉しいよね。もう大丈夫か、この実況。R15。これちょっと難しいな、かわすの、これ。難しいな、これ。あ、1万5000円持ってるよ、く見たら。正直、今更か？結構、やっぱね、大学生ぐらいになると、あ、いっしゃい、えいっしゃい、おい、ちょっとニョロくんず、あ、じゃあ、しゃい、オッケー。
うるさいよ。ほんとうるさいよ。ここはなんだろう、ここ。お、白衣の女の子。お、ちょっと色が、は、顔色悪いな。あ、すいません、勝手に。いいよ、もっと勝手な人がいるから。ダメな時は対策してるし。私の場合は普通に入ってくれた方が返事しなくていいから楽なの。そうなんですか。あ、それと要はわかるよ。最上階に行きたいんでしょ。お、なんで怒ってんの。博士が赤毛の女に何か頼まれてて少しだけ盗み聞きしたの。博士って？博士はこの塔に古くからいるマッドサイエンティストなの。昔は人間だったらしいけど、まあこの話はどうでもいいわ。で、私は助手してるの。博士は変な生き物が好きで。あ、そうそう、最上階に渡るならまずニョロクンズをお家に返してきて。ニョロクンズって廊下にいっぱいいたあれですか。そう、もう十分遊ばせた頃だから返してあげなきゃ。お家のドアを開ければ勝手に帰るわ。看板が立ってるところだからよろしく。わ、わかりました。なんで言いなりになっちゃってるのかな。看板の立っているところ。俺ちょっとこの部屋をまずちょっとみたいな。科学部の女の子がいつも飲んでるジュースと似てる。それ飲まない方がいいよ。え、博士が人間界を覗き見しているときに学生が作ってたのを真似してたんだけど、飲むと磯臭さが口に広がるわ。ぬめぬめと気持ち悪いで、気持ち悪い、ん、気持ち悪いわで。しかも検査してみたら魔界で呪術用に似たような劇薬に近い成分とか。え、博士は気に入って乱造してるけど、人間ってそういうのがいいの？よくない、よくはないと思います。だよね。マジか。変？私みたいのがクマさんなんて飾ってるの。いや、全然可愛いぬいぐるみですね。そう、君みたいな人嫌い。どういうこと？え？嘘、ありがとうね。なんて絡みにくい子なんだ。渡り、おお、起きた起きた。ニョロ君とは返してきた？まだです。じゃあ返してからにして。すみません、そこは私の生活空間、入っちゃダメ。すみません。なんか来た。結構いろいろ言ってくれるな。博士って何者？博士はこの塔の管理人みたいなもので、まあざっくり言うと変態よ。ざっくりすぎる。赤毛の女にこの塔、これはあのやっぱこういうのがあのコメディでですね、はい、これで2回目だね、僕が言ったのはね。赤毛の女にこの塔を貸したのは見たいものがあったからだって。見たいものって？そこまでは聞き取れなかったの、ごめんなさい。なんだろうね、赤毛の女。私も素性はわからないわ。パッと見は人間に見えるけど、気配や体型からしておそらく、悪夢ね。ナイトメアだね。ナイトメア、最近聞いた、よく聞く単語だね。ムマって言うと、サキュバスみたいな。そう、私も一応は、ムマだから、あなたもムマなんだね。なんとなくわかるのよ。ほうほう。私が経験済みかどうかって？誰も聞いてないよ。誰も君がバージンかどうかなんてことは聞いていないからね。何も言ってないですよ。まあ、そこら辺はご想像にお任せするわね。どうかな。あなたは？私のことなんて聞いてどうするの？まあいいけど。生まれた時から体が良かったけど、年頃になっても治らないから、ここに厄介払い的な意味で預けられて、生活のためにも助手してるってわけ。そんなひどい。健康大臣の種族だからね。仕方ないわ。でもいいの。ここで博士の助手しながら自分に使う薬の研究もできてる。自分に使う薬って大丈夫なんですか？自分用の薬の調合って人間界ではおかしいことなの？ポピュラーではないですね、多分。そうなんだ。まあ、いいけど。だからまあ、いつかもっと自由に動き回れるようになりたいわ。頑張り屋さんなんですね。ありがとう。まあ、今でも薬を飲めばある程度動き回れるけどね。ニョロ君ずじゃれ疲れても引きちぎれるくらいには、どういうことだ？物騒な。例えよ。今日は薬切らしちゃったけどね。元の世界のものが。へえ、召喚対象の周辺のものを巻き込むなんて。普通、召喚対象が身につけているか触れているものくらいだけど、相当赤毛の女の魔力が強いんじゃないかしら。やっぱ、もう、あれか、目的は、ゆうすけくんなのかな。ゆうすけくんが、あれなのか。特にないです。とりあえず看板をじゃあ探しに行こうか。結構何かしら、このあのちょっと入ってみようか。
ぱりまあ何事もね試すことが大切だからさ、もしかしたら隠し通路かも。ずいぶん長いよね。やっぱり引き返そうかしら。ん？何か見え。おーおーおお、キモ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 。口的な、唇的な。ん？どうした？あ、こう食べられちゃった系かなこれは。まあ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 、安定の安定な展開だね。なんとなくはなんとなくは分かったけど、にあーあれかあれか、ニョロちゃんです。ニョロくんちょっと邪魔くさい邪魔くさい邪魔くさい。ニョロくんです。ちょっとこれって話しかけなかったら大丈夫なんだっけ？触れても大丈夫なんだっけ？いやそんなことはないね、確かに。よいしょ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 。ニョロくんのうち、はい。あの人が言ってたのはこれね、ドクロマークがついてるけど。くさ！この部屋匂うわ。ん？なしたなした。へえ！なしたなしたなした。入って行っちゃった。とりあえずはまあ結果オーライね。ニョロくんず偉いね、意外と帰るんだね。でたまにちょっと老いた的なこともしちゃうんだね。うん。よし。じゃあ行ったよ。ちゃんとニョロくんずを。あ、なるほど、なるほど。じゃあ、これを、いいのかな、これで。ニョロ君の返してきた。はい。じゃあ、お願い。よいしょっと。ふう、ありがとう。お疲れ様。これであっちの扉にも行けるわ。行けるよ。新鮮にありがとうございました。いいよ、別に。久々に生き物とまともに話せたのも新鮮だったし。あ、それと、向こうに渡ったら、こっちには戻ってこない方がいいよ。どういうこと？博士、今は実験体に逃げられたから、おとなしく途方に暮れてるけど、復活して君を見つけたら何をするかわからない。わざわざ追いかけはしないと思うから、さっさと行った方がいいってわけ。本当にどうも、それではお元気で。それじゃあね。お、優しい。声が優しい。いいやつだったな。ちょっと、その髪の下の目が見てみたいけど。ちょっと、趣味が知りたい。行こう行こう行こう。じゃあ、おとなしく行こう。ここか。はいはい。うえ？やだ、暗いわね。懐中電灯つけましょう。それでも暗いよ。あれ？どうしてこんなに暗かったかしら。しょうがないわ。一回戻って電池か何かを。もう戻ってくるなって言ってたよね。え？開かない。進むしかないよね。これは、埴輪くんがいる。ちょっとだけ考える。ホタル声言うてるし。どうしようかな。というところで、なんと今回は切っちゃいます。また次回はこの続き進んでいきたいと思います。それではまた次回お楽しみに。では。